はい、どうもテッシーです。ロマサガ2続きをやります。今回はおそらくほぼほぼ戦闘になると思います。行きましょう。テレルテバの塔っていうとこですかね。行きましょう。まず気になるのがここですよね。急に、はあはあはあ、あ、こっから出れますよ的な感じかな。なんかそうか、落とし穴っぽいのがあるのかな。もしかするといきなり、いきなりエルダー、なんかあのバイパーの強いバージョンっぽいやつ。でももう探索切りがあるんで、こっちはね、こっちはもうこれでいきますよと。あなたどうするんですかっていう。やるじゃねえか。お、ペインでスタンが効かないパターンもある。400で倒れない、600いった。お、600で倒れないと。まあどんぐらいだろう、900ぐらいかな。上行って、まあ800900。うわー、いやー、お前やるな、やるじゃないか。なんというか、うちのボーイを一発で倒すとは。ポイズンブローとかやっぱ強いね。攻撃力が高く、さらに毒のダメージ与えると。だけどこっちも相当強くなってますよ、この探索一択で。探索一択。ウィー、どんどん上がる。ただこれ他の、やっぱ武器、また他の武器に言ってるんですけど、他の武器もやって技ポイントを上げた方がいいんじゃねえ的な。すげえな。何ダンスしてんの、あいつら。なんだこれ。どうしよう、二段切りでいってみますか。探索しすぎてもね、ちょっとなんかもったいないんで。これでウィンドカッターで後ろやって二段切りだと。ういウィード、いいね。触手でそんな食らいます。え、やっぱこれバッククラーがダメなのかな。回避できてないってこと、もしかして守備力上がってないってことなのかな。そういうことですか。バックラーダメじゃねー、そういうことなんかな。回避失敗しました、なんか直でダメージ食らってますみたいな、そういうことなんすか。ほーと、いろいろ穴があって、でまあこっから上に行けますよと。じゃあちょっと行ってみます。こっちからも行けますよと。ほうほうと。ミノタウロス、今度俺がバトラーになってる。手に持ってるやつがちょっと違うよこれ。いいね、どんどんごつくなっていくこの感じ。この感じが素晴らしい。こうやっぱ盾、まあ聖騎士の盾だから優秀なのかな。攻撃力がおかしいってこれ。200ってどういうあれよマジで。うわー、1500、まあ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 ですな。強いな。これはもう節約して二段切りでしょう。まあバッチリバッチリ皇帝はなんていうかガードしますね。強いね。ちょっと待ってね。
というのも、なんか落とし穴、とりあえずここ行ってみましょうか。なるほど、まあ行ってみましょうと。まあスライムさんは戦うとして、まあ二段切りで減らしていきましょうと言いたいんだ。クレイモアでいいんじゃない？違う、ハルモニア、探索、ウィンドカッター、ツバイでいけるかもしれない。よし、まあ、知ってる敵だったらまあって感じですね。あいつ1000ぐらいって分かったからね。いけるか、よし、体当たり、まあ強いけれども大丈夫、倒せる。よし、 HP アップ、いいね。こうすり抜け技、お、宝箱取られてる、この野郎。骸骨とぶつかる、スケルトン、人狼、スカルデーモンは初の人かな、どうだったですかね。ちょっと人狼から倒しましょうか。技もそろそろちょっと惜しくなってきたからね。まだ序盤中の序盤だけどね。うわー、ポイズ、これマジ強えんすよね。誰に当たるか分かんないから怖い、戦闘の3人。インペリアルクロスだったら、まあおそらく手前だろうなっていうのがあるから、あれなんだけれども、HP の減りがすごいわ。ハルモニア、これ元気水、元気じゃない、生命。うわ、マジか。おお、お前もやってくるんか。攻撃、よし、OK、回避、それバックラーか、お前バックラーだな、お前な、その回避の仕方はそうだな。あ、でもそっか、後ろ、そう、ポイズンとか、そのサイクロンは後ろにやってくると。わあ、そういうことか。くわー、あ、でもこれも見たことはあるっけ、見たことはあるか。あれだ、魔女のとこにいたやつですわ、こいつら。魔女、水の精霊、一回全滅したところ、あの悔しがってるだところで、そこに行くまでにいましたね、この緑。まあまあそこそこでしたね。ただそこまでめちゃめちゃに強いっていうわけじゃないんで、普通にやれば大丈夫です。ダグラスじゃねえや、ダグラスを守ってたこのカンバーランドのおっさんの皇帝にしてカットしたところですね。カットした部分で確か戦ってた記憶がある。うわー、強そうって思って。これなんで今全員普通の攻撃にしたんだろう。まあどっちにしろ死んでたと、こいつは。節約しすぎだろ。よし、ミサイルガード入れた方がいいんすかね、一回な。あれなんか守ってるやついるよ、なんかいるね。あれ、ちょっと待って、陣形乱された。でも知ってる人なの、でも知ってる人、
ここに来てもキラーマシンなんですねっていう。ミサイルガードしときますか。うわー、大剣のところ狙ってくるね、ぴったり。よし、大丈夫。これで一安心。いいね。こいつ結構 HP あるよね。800、900くらい。でもまあ今の敵は間違えて9月派？あ、そうっすね。やっぱ800。うわ、でも9月派でも死ぬんじゃん。どういうことだろう。割合じゃなくてもう倒せるときは倒せるみたいな。またまた分からなくなってきたぞこれ。へーっていう。あまりにも HP が少ないと倒せるってことかな、この野郎。ああ、全然大丈夫。なんだったらあん時と同じメンバーじゃないですか俺。同じメンツっすよね、どう見ても。バイパーは回避するしみたいな。そうっすよね。脳天割り。まあどっちでもいいわ。出た、アクスボンバー。ウィンドカッター回避されないっすよ。で倒れます。回避されなければ大丈夫っぽい。よし、早い。 OK。 お前がノエルの部下か？これ関係ない。あ、来た。なんだ貴様だわ。俺はノエル様からコントを預かっているのだ。俺に挑戦するのはノエル様に歯向かうことだと分かってるのかと。それがどうした。俺が言うセリフそれ。じゃねえ。それがどうしたのって。ノエル様だぞ。七英雄実力一と言われる ノエル様だぞ。怖くないのか。ノエルだか帰るか知らんが、人々を苦しめる奴を伸ばしにはできん。覚悟しろ。ま、ちょ待ってよって。そう生きり立つなよ。ノエル様はすごいぞ。従っていれば次々と新しい体をくれるぞ。それで永遠に生きられるのだ。言っちまってるわ。そっち側の人間になっちゃってる。人間っていうかそっち側の人になっちゃってるじゃないですかあなた。ないいだろう。お前もノエル様の部下になれ。そっち側の人になっちゃってるじゃないですかあなた。ま、幸せだったらいいんですけどね。そうか、ノエルもか。お前は帝国の皇帝について聞いたことがあるか。え、もちろん俺たちにとっては第一の敵だからな。俺の前に来やがったら首を取ってやるんだがな。もうめちゃくちゃめちゃくちゃ。まさかこっていい。望み通りだ。え、望み通りだろ。首を取ってみろと。誰、トリケプス弱そう。クラスは効くんすかね。ちょっとやってみましょうか。あ、やべえ、回復するの忘れましたね。ちょ待て、ちょ待て。ただ舐めるな、舐めるな。ミサイルガード言っとこうぜ。どっちだろう、強撃の方が強いのかな。弱ー、かわされてるじゃねえかお前。効くかどうか。ミサイルガードやった自分が恥ずかしい。攻撃の方が強いのかなとか。はい、終了。終了。あれ、デレルテバを解放し、ちょっと待って待って待って、おかしいよこれ。あれ、誰か、お、どうした。
術をより強化するために術の研究所を作りたいのだ。どのくらいかかるか。100万クラウンほど必要と思われます。お、いいじゃない、建設する、頼むぞ。あのテレルテバの事件なかったことにしている皇帝弱すぎて、そんなテレルテバ、そんな簡単にいけるもんなんですわ。テレルテバになってる、ここそんな感じな、面白いわ。簡単にいけるところもあるしみたいな。ちょっと待って、マイルズはちょっともう恥ずかしいから、もうなかったことにしよう感がねあるっていうね。ポール、あれボスだったんかみたいなね。これもうダメなのかな、もう手も足も出ないみたいなこと言ってて、未練たらたら前回から。あ、もういるし、もういるし、どうなんでしょうね。ダメだったらダメだったでいいんすけど何回いいんすけどって言ってる割には来てるっていう、ここですよね。ちょちょちょ、早い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 わ早いわ、うわー、おお、ここだけ違くないちょっと待って、ちょっと空圧さ2発打とうぜ。ちょっとやばくね。お、一発目来た、かあ無理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 、これで700ぐらい、500でいけるぐらいか。2500、何やってくんだろう、めっちゃ怖いんだけど。倒しちゃってくれれば一番早い。おし、来た、 OK791。 いや、ここだけ時間がおかしいのよ。もうダメっすか、もうダメなんすか。よく来た、あー、よく来ただけか。やっぱ左下の時になんかやるのかな。で、カンバーランドはダメダメよ、開けませんよって言われるだけでしょ。まあまあ、じゃあまあここですかね、次は。ここの砂漠地帯で、アリなんですよね。こいつ、このね、ムカデみたいなやつがめちゃめちゃ足速いんですよ、ここね。気をつけないと。ここは？ん？なんだここは。なんかありそうな感じで、こっち行くとアマゾンストライクのとこでしたっけ？とわ？フォンフォン？フォンフォン。あ、早い早い早い。ああ、大丈夫、大丈夫っす。知り合い、知り合い。全然大丈夫。ちょ、大剣行こうか。なんか覚えたいな。ツバイ。違う、ミサイルじゃない。ミサイルじゃない。ああ、でも普通の剣だとあんまり減らねえのか。だ、舐めてるとほんとやばいっすからね。3412、1000ちょっとぐらいか。おお、オッケー。キマイラはやばいね。キマイラ、あいつはやべえわ。ちょっと、まあやっていこうか。もう怖いから、探索切り、もう怖いから。後ろのメンバーはこれでいいかなと思うんですけどね。
ワイパーン。おっしゃ、危ねえ。触手怖えんすよ、触手マジで。なんかめちゃめちゃダメージ入るよね、盾でも。そんな簡単に終わっちゃうもんでしたか、あの塔は。宝箱とかあんのかな。オッケーと。違う、 ここかな。あ、なんかこの海やばいやつ、海やばいやつ説出たー。サイクロン野郎やだなー、やだなー、サイクロン野郎マジ苦手。ガギョ、牙の魚。いや、お前がそれ言っちゃうとダメでしょうっていうモンスターだよね。あの、牙ある魚って多分他にもいると思うんですよね。で、お前がそれ言っちゃったら他のメンバー、牙持ってる魚は、なんて言ったらいいのってなっちゃうから。まあ、柔らかいと。ただ素早いのかな、もしかして。HP アップ。魚もでかいやついたよね。うわー。ちょっとこれいいっすか。カエルの王子様はちょっとやばい。やばそう。くっそ、読んでやがった。うわー、出た。こいつよ。なんか覚えてる。やばそうなやつ。このサイドステップ。うわー。サイドステップ読まれる。ちょっと待て。俺って、うわぁ、くっそ。もう無理っすね。魚か鳥倒すしかないと。鳥倒しましょう。これだったら大丈夫なはず。グラスホップ。まあまあ大丈夫そうでしょうと。ハルモニア、ツバ入れいきまひょ。よし、オッケー。探索で倒しの。これでうまくいけば、よーし。いや、お前は入ってくんな。お前は違うだろうと。ああ、これはいけそうかな。いけそうな気がする。みじん切り、二段切り、ウィンドカッターに、まあ体験で。やべえぞこれ。急にやばい。倒せない。まずい。倒れろ。よし。あぶねえ。これ皇帝倒れた瞬間もうやばいからね。ああぶねえ。よかった。これでまあ一安心だと。この野郎。まあ、なんとかと。魚怖いんすよ。なんかちょっと振り向きざまのやつ。あいつ怖いんすよね。で、ここなんか入れないんでしたっけ。進めないなって言って、なんか裏技で、鳥が、なんか来るよう、後ろに来るような感じになるといけるみたいな。肝心なんですけど、こっち戦ってみますか。一回探索で絶対倒す感じでいきましょうか。ミサイルガード。いや、マジでこいつ強かった気がするんですよね。ネプトゥーネ。うわ、もう攻撃力からしておかしいもん。で、ミサイルガードされないと。あ、倒しましたね。クワさん HP がね、まあ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 ま
あれいや、ちょっと待って、HP、空圧って何なん ?950 でた、どんぐらい減るか全くわからんのっすけど。計算、あれ ?600 ってことは1700ぐらいだったってこと?計算の仕方がマジでわからん。あ、ここ女の人しか入れないんでしたっけ?あっていう。あ、そうか。女皇帝じゃないとダメか。ちょっとやめよう。なんかおかしいことになりそう。ちょっとやめよう。アマゾンストライクは夢、俺の夢だから、今回の。ウィード。まあでも大体分かってきたと。大体 OK。ハルモニア、ハルモニア、ウィンドカッツ、ツーバイド。おお触手やばだ、触手やばいね。何なんだろうこれ。700って見たことないですね、こっちのダメージで。そりゃびっくりするわ。ちょっとなんかここの斜め難しいな。オッケー。ここが確かなんかね、アリの巣みたいのがなんかできるようなできないような感じで、下は、おっと、あ、ここか、ここがなんか襲われるみたいな。あ、おきゃ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 、襲ってきたらどうしましょう。東の村の友達が襲う。あー、もう東の村がやられちゃってるパターン。あ、ちょっと待って、ここで休むとアリだーみたいな感じになるんですよね。え、アリってもう倒せるの?倒せるレベルにいるの?俺は無理くね?アリの恐怖がありすぎて。あ、ちょっと今事故った、ごめん。あのギャグじゃないの。ギャグで言おうとしたわけじゃない。サバンナにもモンスターが増えて大変だな。サバンナのモンスターどもは大した敵ではありません。それよりも地下から突然現れるアリのような生き物、アリや、それアリや、やつらのおかげで滅んでしまった村もあります。どうにも防ぎようがないのですと。じゃあ泊まりましょうか。で、夜になると確かアリだーってなると思うんすよ。出たー、ほらアリだーということで。じゃあちょっと外出ると戦闘になると思いますので、今回はここまでとさせていただきます。では次回アリと戦いたいと思います。レッシーでした。失礼します。